皆さんこんにちは、むちょと申します。ブリーダーズカップで2年前の再現なるかということでですね、今年は2年前のベルマー競馬場と同じくですね、カリフォルニア州にあるサンタアニタ競馬場でこの開催が行われるということもありましてですね、マンダリンヒーローの2着なんかもありましたけれども、この競馬場は地理的に言ってですね、やはり日本馬にとっては近いっていうこともあって、まあ、参戦が多いっていうことにもなっております。まあ、逆にね、ヨーロッパ勢からすると若干遠くなるということもありまして、まあ、ぜひですね、そういったメリットも生かして2年前のように複数勝利を上げるぐらいのね、期待がかかるわけですけれども、今日はその出走馬たちっていうのを見ていきたいと思います。まあ本当にね、超トップホースもいれば未勝利馬のね、意外な出走なんかもありまして、話題性のあるメンバーになったかなと。まあまずはそのメインとも言えるですね、 BC クラシックに挑戦するのはドバイワールドカップ鹿島の牛場テソーロとデルマ外掛さんと、人気的には当然ながら牛場テソーロさんが上位9倍の3番人気ということになっております。まあでも世界から見てもね、そのぐらいの評価を受けるわけですから、まあ十分やはりチャンスがある一頭と言えるでしょう。まあそれこそですね、2年前のマルショーレールと同じくオルフェーブル3区、まあこの時は日本でテレビ中継もされないぐらいね、ちょっと日本馬にとって本場の後は厳しいだろうとも思われていたわけですけれども、まあ今回バリバリのね、人気馬として出走ということでね、いや歓喜の瞬間をぜひ競馬ファン全員で見たいところで、まあやはりオルフェーブル3区はですね、ここからが本番といっても過言ではないですから、普通の馬がね6歳になったらさすがにちょっと驚いてくる馬もいるかもしれないですけど、もうそれこそ前走で言ってもね、貫禄の強さを見せましたし、まあさらにね、ドバイ以上のパフォーマンスを見せてもおかしくないでしょう。まあただやっぱりあの時はマルシオレーヌと同じように、やっぱアメリカ勢のペースについていってしまうと持ち味が生きないっていうことにもなってしまいますので、まあやっぱり日本馬がね強いところは瞬発力だと思いますので、まあ焦らずね、最後の直線まで足を溜めて強い足を発揮してくれれば、また直線差し切り見ることができるんではなかろうかと。でそんなね、ライバルとなるアメリカ勢で一番人気になっているのがこちらのアロカンジェロっていう馬になります。おなじみ父はアロゲイト、そして母チュータピット、母は父ストムキャットということで、もう今からね、産駒が日本に導入されるのが目に見える血統馬ということになりますけれども、ピーターパンステークス、ベルモントステークス、トラバーズステークスと重賞3連勝中、まあまさにこのローテーションも父アロゲートをですね、彷彿とさせるような過程で、まあ、競馬場も同じくサンタアニタということでね、まあやはり適性的にもちょっと強敵にはなってくるかなというところなんですけれども、まあ、そこはね、まあそれこそアメリカのトップホースにも勝ってのドバイワールドカップ勝利だったわけですから、このクラスの馬にもチャンスは十分あるでしょう。デルマスト掛けも17倍の8番人気ということですから、まあ決してね大穴っていうわけではなくて、まあケンタッキーダービーでも6着と大きく負けたわけではありませんから、まあ、そこからの休み明けっていうところはね、若干ちょっと気になるところではありますけど、まあ本領発揮することができれば上位も十分あり得るでしょう。そしてね、芝のメインレース BC ターフではシャフリアール、そして日本関係馬ということで言えばオーギュストロダンも出走いたします。当然ながら一番人気に支持されているのはオーギュストロダン3倍と、まあ、ある程度抜けた人気になってますね。シャフリアールは17倍ついておりますけれども、まあ個人的にはですね、結構これは買いとも言えるんじゃないかなと思うところで、やっぱりアメリカの芝っていうのはある程度時計が出ますからね、そういった意味ではヨーロッパ以上に日本馬にとって実力が発揮しやすい舞台とも言えるわけで、まあそれこそね、シャフリアールもドバイではヨーロッパの実力馬を倒しての勝利なんかも上げてるわけですから、まあ普通にね、能力が発揮できる条件なのであれば全くもって引けを取らないのかなと。まあ明らかに本馬はその重たい馬場苦手っていうところがね、プリンスオブウェールズや札幌記念見ても分かりますから、まあもちろんその成長型的に所属タイプっていう可能性はありますけれども、まあとはいえまだ5歳これが13戦目という数の少なさもありますしね、もしかしたらこれがラストランっていう可能性もあるくらいでしょうから、
まあ本気の仕上げでね、本当の力を発揮してくれるっていう可能性はね、十分あるんじゃないかなと思います。もう高速馬場で行ったら日本のトップに立った馬なわけですから、まあその意地はね見せてくれることでしょう。そしてオーギュスト・ロダンはね、まあ割と個人的にはここに挑戦しなくてもいいぐらいのもう勝負価値にはなってるかと思うんですけれども、まあただ高賞金っていうところもありますんでね、魅力的に映るところもあったのかなと。まあヨーロッパの重たい馬場ではガリレオの血もね引いてしっかりこなし、こういう軽い馬場ではディープの血が、そしてサンデーの血が目覚めっていうことになるのであれば、まあ本当馬場問わずね、まあ、世界最強馬っていう見方にもなるわけで、まあさすがにジャパンカップに挑戦していったらどうなっていたかっていうところはね分かりませんけれども、ちょっと早すぎるかなっていうところもありますけど、まあここにおいてはね大きく適正外っていうことはないんじゃないかなと思います。まあただ結構メンタル的にスムーズな競馬ができないと意外と脆いのかなっていう面があったり、あとは飛行機輸送するとダメっていう説もありますから、今回は当然ながら飛行機で、まあ出走馬も頭数がいるということでね、ちょっとごちゃついた競馬になる可能性がありますから、そこはねちょっと若干気になる点ではあるかもしれません。同じディープ3区で日本とイギリスのダービーを勝利した馬がね、こういうアメリカのどちらもある程度能力発揮できる馬場でどちらが勝つのかっていうのは非常に興味深いところですね。そしてマルシトレーヌのディスタフは今年は参戦なし。そしてビシマイル、これは芝になりますけれども、これもねまた大きなチャンスがありそうです。ウィンカーネリアンとソングラインが参戦予定。ソングラインは5倍の2番人気と、もうバリバリ余力馬の一頭です。まあ、絆参加バスラットレオンにディープボンドにソングライン、やはりその海外っていう面で言ってもね、環境の変化や多少重たい馬場でもこなせるってところが合っているのか、非常に強さを見せてくれますんでね、当然楽しみなわけなんですけれども、ただやっぱ最近のレースが結構追い込み客室になってるなっていう面がありまして、そこが若干気になるところですかね。まあ、これはもちろん他のね日本馬もそうなんですけど、今回サンタネタ競馬場も直線 300m しかないようですんでね、だからなかなかね直線だけでってなると厳しい形態にもなっておりますので、まあある程度先行するかコーナーでまくっていくようなね戦法が求められるわけですけれども、まあ、そこら辺がねちょっとうまくできるのかなっていうところではありますね。まあ、しかもやっぱ特に短い距離ってなってくると、よりこうそれが顕著になってくるのかなっていう印象もありますんでね。持続力勝負というか、まあ実力的に言えばやっぱりね、どんどん日本馬もマイルに力を入れてくるようになった中で、ボバ混合でも G1 を連覇しているような馬ですし、チャンスはあるかと思うんですが、ただやっぱり相手も強くてですね、一番人気パディントンはもうバリバリのヨーロッパのマイルチャンピオン、アイランド2000ギニにセントジェームスパレスにコバと混じってもサセックステークス勝利しておりまして、まあ本当脅威としか言いようがないかなと。まあただやっぱり特にヨーロッパはヨーロッパの適性っていうところがね、日本馬の遠征見てれば明らかですし、単純にこれまでアメリカで遠征してこなかっただけでですね、やっぱり私は芝においては日本馬は特にこういうマイル以上の距離ってなれば全然ヨーロッパの馬にも負けてないと思いますからね。それこそイギリスの記事でこの間はね、中長距離で行ったらもう明らかに日本の勝負がトップって言ってたぐらいですから、まあ全然ね引きを取らない、むしろ勝つ可能性はあるんじゃないかなと思っていますけどね。そして BC スプリントはいなくてフィリーミアターフ、ラブゾンリユーのレースはウィン・マリリンが挑戦と。これもやっぱり十分チャンスあると思いますよね。ウィン・マリリンもラブゾン・リユーと同じく海外での G1 勝ちもすでにあって、まあ、むしろ日本のね東京とかの舞台よりは本場に関してはアメリカみたいな小回りの競馬場の方が合ってる可能性もあるような気がしますし、まあまたねこのレースの日本馬の勝利あってもいいんじゃないかなと思いますけれども、人気としては15倍の7番人気のようですね。こちらの一番人気馬はこちらのウォームハートっていうガリレオ3区のようです。まあ先ほどの馬たちも見てわかりますけれども、アメリカのブリーダーズカップなのに芝に関してはもう日本馬とヨーロッパ馬ばっかり上位人気してるということで、まあどれだけねダートどっかの国かっていうのがわかりますね。そしてダートマイルはいなくてターフスプリントにジャスパークロネとメイケイールがダートか芝か短い距離で選んでいる段階だと。まあ個人的には気象的に言ってね、ダートになるとやっぱ鼻いかないと砂かぶったりするとちょっと厳しいかなっていう印象もありますんでね。あとは単純にやっぱフィリミアスプリンターめちゃめちゃレベル高いですよね、アメリカにおいて。だからドバイマジェスティとか
ダスト&ダイヤモンズとか、ここの高層馬だったりするわけですけど、もう本当にスピードの極みみたいな馬たちがね、集結しますんで、ちょっとやっぱね、初ダートでこれっていうのは結構大変なレースになる可能性はあったりするのかなと。逆に BC ターフスプリントだったら、コスパが良さそうなメンバーかなっていうかね、オッズ的に言ってもかなりばらけていて、一番人気が7倍ぐらいですから、で、G1 勝ってないジャスパークローネも15倍ぐらいの、人気はしているわけで、実績的に言ったらメイキより全く引け取ってませんので、やっぱりチャンスあるのかなっていったところですね。そして最後に森急車のね、エコロネオがビシジュビナイル挑戦と、これはね、意外とね、予想できなくもなかった展開ですね。やっぱり森さんだったらね、この未勝利馬の BC 挑戦っていうのも十分考えられたかなと。ただここまでのバリバリのね、未勝利馬が出走できるっていうのはさすがにちょっと驚きでしたけどね。日本で重賞格上挑戦で使って入着があるとかだったらね、なんか箔がついていけそうな気もしてましたけれども、ただアメリカは結構こういう未勝利馬の G1 挑戦っていうのは見られることで、実際6年前のこのグッドマジックっていう馬は未勝利2着、G12 着で BC ジュビナイル1着ということで、未勝利馬のまま、優勝したっていうケースはあるようです。ただやっぱり常識的にはね、突然日本の未勝利2着で、しかも 1200m で、そこからもう世界の2歳ダートチャンピオンを決めるようなね、このレースに出走するっていう感じはなかなかね、浮かびづらいところですけれども、ただやっぱりね、出走しなければ 0% ですけれども、ここに出ることさえできれば可能性は残りますんでね、一発ハマってほしいところです。ということでね、今年もまた日本旋風が起こっても全然おかしくないかと思います。また馬券販売をねしてないレースから勝ち馬が出たりもする可能性はありそうですし、またやっぱり芝はもちろん本場のダートでね、ちょっと日本馬の強さを見せてくれたら、また世界にね、大きなインパクトを与えられるんじゃないかなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。